セラザード、思ったよりも早く着いたな。わざわざロレントから歩いてご苦労様だったな。ルグランジーさん、久しぶりね。もしかして私たちが来るっていう連絡があったの？うん、先ほどアイナからな。それではそこのお嬢ちゃんたちがカシウスの子供たちというわけか。ええ、お察しの通りよ。はじめまして、エステル・ブライトです。ヨシュア・ブライトです。よろしくお願いします。わしはボース支部を預かるルグランというジジイじゃ。お前さんたちの親父さんとはいろいろ好意にさせてもらっておる。ルグランじいさんと呼んでくれ。うん、ルグランじいさん。それで例の事件がどうなってるのか早速教えてくれないかな。うん、それなんじゃが、王国軍による捜索活動は未だに続けられておるらしい。じゃが軍の情報規制によって状況が全く伝わってこないのじゃ。一般市民だけではなくギルドにも何の音沙汰なしでな。なんでよ、軍とギルドって協力関係にあるんじゃないの？あ、それはあくまで建前ってやつよ。実際には様々な局面で両者が対立することは多いのよね。つまり縄張り争いですね。残念ながらその通りじゃ。しかも今回の事件に関してはモルガン将軍が絡んでいるらしい。げえ、モルガン将軍？それは面倒な話になってきたわね。何？そのモルガン将軍って。10年前帝国軍の侵略を撃退した功労者として有名な人さ。歴史の教科書にも出てたはずだよ。見事なくらい記憶にないわね。で、その有名人がどう問題なの？聞いた話だとその将軍大のブレーサー嫌いらしいのよ。遊撃士協会なんか必要ないって日頃から主張してるらしいわ。むちゃくちゃなおっさんね。じゃあ何？その将軍のせいで情報が入ってこないってわけ？それどころではない。軍が調査している地域にはブレイサーを立ち入り禁止にしおる。おかげで他の仕事にも支障をきたしておるのじゃよ。そんな、せっかくロレントから来たのに。こうなったらその将軍と勝負してどっちが事件を調べるか決めるしか。何むちゃくちゃ言ってるかな。まあそう焦るでない。実は今回の事件に関してボースの市長から依頼が来ておる。軍とは別にギルド方面でも事件を調査してほしいとのことじゃ。あら、それは心強いわね。ボース市長の正式な依頼があればこちらが動く大義名分になるわ。なるほど、渡りに船ってやつね。ルグランじいさん、私たちその依頼を受けるわ。うん、いいじゃろう。とその前に、お前さんたちは準遊撃士じゃろ？お、そうだけど。準遊撃士とは言うなれば各支部に所属している見習いじゃ。つまりそれぞれの支部に監督されている身分なわけじゃ。そして現在のお前さんたちはロレント支部の所属になっておる。ということは、こちらの仕事を受けるには所属を変える必要があるんですね。その通りじゃ。ほれ、この転属手続きの書類にサインはするがいい。あ、うん。ここに名前を記入と。ん？よかろう。遊撃士エステル並びにヨシュア、本日一
ド号20をもって両名のボース支部所属を承認する。これでお前さんたちはボース支部所属となったわけじゃ。ちなみに声優劇士になったら所属に関係なく仕事ができるわよ。ま、義務と責任も増えるんだけどね。なるほど。まだまだ半人前ってことか。まあこれで市長の依頼をお前さんたちに任せられるわい。市長の屋敷は西口の近くにある。行って話を聞いてくれたよから。うん、了解しました。毎度遊撃士協会からお届け物です。どうもありがとう。わざわざごめんね。お忙しいのに迷惑だったでしょ。ううん、全然そんなことないわよ。困ってる人の役に立つのが私たちブレイサーの仕事なんだから。そう、エステルの言う通りよ。それに定期船が止まってるんだもの。今は立派な非常時よ。ありがとう、そう言ってもらえると助かるわ。でも本当にミラだけじゃ申し訳ないな。そうだ、それじゃ一つお礼をさせてちょうだい。え、何？うちの店自慢のゴージャスなオムレツの作り方を教えてあげるわ。うちの店ってこのアンテローゼの？ええ、もちろんそうよ。いいの？レシピを教えちゃって。心配はご無用。レシピ通りに作ったって同じ味が出せるわけじゃないわ。さすが、大した自信ね。うまいとか下手とかそういう話じゃないのよ。ちょうど楽譜と音楽家の関係みたいなものね。同じ楽譜を見て演奏しても人によって曲の雰囲気は変わるものよ。奥が深いのね。レシピはあくまで美味しく作るためのコツってこと。簡単な決まりを守るだけでびっくりするくらい味が変わるから試してみて。やったよ。し、今度早速試してみようっと。エステル、お願いだからしっかりレシピを見て作ってね。何よ失礼ね。人のことをとんでもない料理ベタみたいに言わないでよ。だったら調味料くらいちゃんと量を測って入れてよ。エステルっていつもすごく大雑把じゃない。段取りも大事だけど、まずは料理を楽しむことね。案外それが一番のコツかもしれないわ。
やっぱりそうよね。いろいろ教えてくれてありがとう。こっちこそ。たまにはうちの店で食事を楽しんでいってね。